あ、JR で行くんだ。そう、用事ありまして。昔自分は焼き鳥の子だったからな。思われますね。カエル。僕が映ってますね。やべ。雨ですね。おはようございます。おはようございます。お疲れ様になります。ザッキーの店もやってないし、朝ごはんとかどこか食べるとかありますか。っていうか僕はどうしたらいいですか、この間時間。こっちじゃない。こんな感じで。猫。たち。なんかよくわかんない感じで僕をガストに呼び出す。回転ですね。こんなところに。関東地方が特色的ある地域といえます。特に日本三大秘境の医薬省には観光名所もたくさんあります。しかし観光資源とは別で、私たちはおのおの三好市の良さとは何かをという考えを持っています。高知大の先生はあっちです。日本らしさと書いています。その日本らしさをまず日本人に伝えていこうと思っています。こんな感じで、まあ、あのこれ僕この今これが上なんです。そうか、わら焼きだ。なんかこのチームに回答してもらうことで2つのチームに分かる時間や今度してその頃をあのもう少しこう調べられるかできないかっていうのは能力の問題だよね。してもらうっていうのはさっきのそのゆるとして取っておいて、で自己紹介 Facebook で配信してるんで動画がすごくこうになれるみたいな、こう見て土佐弁でちょっと喋ってもらっていいですか。あ、
で今回のこれ自体はできますよ、でコーディネートでなと思いました。であとこの後あの陳さんの方からちょっと感想をお願いします。私中国語で話します。我觉得大家的表现很好，我也学到了很多。然后我觉得大家作为高中生，对日本的这个自己生活的地方充满了热情，我很敬佩。谢谢。まあ、多分褒めてるんだと思います。じゃあ次、やちゃんさんお願いします。はい、実は矢部先生から翻訳しようって言われて皆さん、あの多分日本語が多かったです。あの読む頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。シェルシェルプリンしておりました。ではあの私から紹介させていただきます。あのもう今まであの皆さん先生方をおっしゃった方が重なる違う、あ、剣舞じゃない、剣舞。